夫が夕食についてバランスが彩りがみたいなことをたびたび言うので、だったら自分でやってみろと家事分担を交換した。そうしたら1ヶ月後、ごめん言い過ぎたと謝ってきて、それ以前より自分の家事分担を増やしてくれた。というと良い話みたいだけど、夫は最初のうちは少し苦戦していたが、2週間もすると余裕を持ってやってたし、なんだったら私の時より品数もあった。これだったら自分の方がうまくやれると確信したから私に頭を下げたのだと思う。昔からそういうところがある。私の父は将棋が趣味なのだけど、結婚してすぐの頃かなり悔しい負け方をしたらしく、本を読んだりネット対戦をしたりしていた。その甲斐あって1年後ぐらいに実家に行った時、立て続けに父に勝つことができたらしいんだけど、それ以降はうちでは一切将棋をやらなくなった。そして今では、なかなかお父さんには勝てませんねとか言いながら3回に2回は負けている。その気になればいつでも勝てる自信がついたから、負けても悔しくないのだろう。職場の人に誘われて始めたゴルフもそうだった。ある程度のスコアが出せたらほとんど練習しなくなった。負けず嫌いだから、負けてると思うとすごく努力をするけど、実力が上だったら負けても笑っている。実際自分の方が上だと思ったら何言われても悔しくないからと言っていた。そんな人なので、高学歴だし社会人になってからも英会話とか資格取得とか、普段から努力しているのに外では割といじられキャラだったりする。私はそれを金も資金貸せずみたいに、余裕があるとマウント取られても平気なんだと好意的に見ていた。だけど自分が実際に負けても悔しくない格下に認定されたと思うと、ものすごくモヤモヤする。夫が週末に作り置きお惣菜を作ってくれるので、私の夕食作りは少し楽になった。それを見て子供もお手伝いをしてくれるようになったし、いい影響があったと思う。客観的に見ればとても良い夫なのだろう。私の感じてるモヤモヤは、多分親や友達に言っても理解してもらえないような気がする。